자こんにちは。いや連日、うん、もう新庄さん劇場でしょうか。もうシーズン始めてもいいぐらいだよね。こういう早く見たくない？いやもう早く見たいです。どんな野球をするのかとか。でもその前に新庄さんが日本ハムの監督に決まりました。やっぱそうなってくると、うん、じゃあ誰を組閣か、はい、誰を入閣するんだろう、持ってくるんだろうっていうのがすごく話題というか、まあ、毎日話題になってるんですけれども、まずは今年もやってた金子、はい、これは残すだろうね。残す。これは稲葉の側近としてさ、はい、全日本の稲葉の横にもいたし、はい、やっぱそのある種功労者だよね、はい、稲葉にとって、うん、で稲葉が GM になった。そういう意味では、うん、俺は金子は残すと思う。でチームをよく知ってるから、選手も含めて今の。そうですよね、うん、現時点だから。そういう意味では、はい、残すと。ただヘッドコーチかなんか。そうすると、うん、その新庄さんと金子誠さん、金子さんは監督になると例えば立浪さんみたいに、はい、自分のブレーンとか、はい、そういうので持ってくるじゃないですか、連れてきたりとか、うん、新庄さんはそれは、いや連れてくると思うよ。連れてきたいと思うよね。本来そうですよね。もうやっぱり一人と一緒にですよね。あと岩本さんもそうだ。ドラゴンボールとかやりたいと思ってると思うよ。ピッコロとかね。ピッコロとか。ただ、うん、びっくりしたのが、いや私もこの YouTube でも一緒にや ね、やってる仲間の岩本さんが、うん、私ピッチングコーチでもう新庄さんと一緒に行くと思ったんですが、うん、岩本さんが発言してるのが、僕いまだに声がかかってないと、まあ、僕行きたいですと。まあね、はい、あれってもう味方から騙せっていうことがあるんだよ、お前。本当ですか？可能性はなくはないと思うよ、俺は。でも本当に真面目に。だから、だからそこが新庄だよ。そういうふうにやらしといて、え、ドヒャーみたいなのが新庄でしょ。そうなんですかね。わかんないけど。自信はない。自信はないけど、だから周りには絶対言わないでって。ないって言っとけって、全部に。だから誰かわからない謎を作っといて、はい、まあ蓋を開ければ、うん、あ、予想通りみたいな。でもドキャンみたいな。その逆ありません。例えば新庄さんがこの人を僕は連れてきたいですって言っても、例えば、まあ、一人なんか連れてきたいと思うよ。そうですよね、絶対に。可愛い後輩だろうしな。そうで、ひちょりさんはコメントでは今週あたりなんかこうコメント、大きなコメントを出す時が来ると思いますみたいなのを記事で出してたんですけど、これあれですかね、行きますよなのか、僕実は呼ばれてませんよなのか、どっちのコメントなの？謎だよね。そう、それ全部謎なんですよ。だから新庄のやり口だよね。どっちなんだ。やっぱ謎を作っていくという、神秘的にしていくという。だから一説によると、例えばその新庄さんが連れて行きたいって思ってるような組閣というか、それが全部 NG になる、そういうこともあるんですか？それはとんでもない人間は NG になるよね。いや、もちろんもちろんそうですけど、まあ、とんでもないって言ったらなんだろう、反社とかさ、そういうのをしてるんだ。まあそれはないと思うけど、そうですね、まあそういうつながりもないと思うけど、はい、まあ例えばの話、まあそれはもう絶対無理ですよね。もう絶対無理でしょ、はい、でも野球をやっててさ、うん、NG っていうのはないよ。そうですよね。普通監督に就任しましたってなると、うん、ある程度自分この人を連れてきたいですっていう、それは通るもの。あ、まあでも何人かはやっぱ通してくれないと、うん、一人になっちゃうとさ、はい、確かにこう面識はあってもさ、はい、腹割って話すっていう、うん、これから話さなきゃいけないのかよっていうよりも、俺の腹は全部知ってるっていう側近がいたりとかさ、うん、右腕がいたり左に人がいたりだとかする方がやりやすいじゃない、もう。そうですよね、すでに、はい、だから一人なんかすごくいいと思うし、うん、まあ、ガンちゃんとも会うと思うしね。そうですよね。でね、この3人、例えば一人もそう、はい、ガンちゃんもそう、はい、まあ新庄もそうなんだけど、はい、他のところではおちゃらけてるんだよ、うん、でもグラウンドに一歩踏み入れるとくっそ真面目なんだよ、うんうん、一人なんか全然つまんないんだよ、真剣にやっちゃうから。まあ、いやちょっと待ってと、お前スタートしないベンチの中と、はい、スタートしてるグラウンドではもうほんと180度違う。そんなに違うんですね。全然違う。お前そりゃないだろってぐらい。お前どこ向いてやってんだよみたいな。もう真剣に、もう真剣に言ってんだよ、うんうん、まあでもそれも彼の特徴だし、まあガンちゃんもそうだよね、投げ終わったら「毎度!」って、うん、いや毎度負けてんじゃねえかっていうような感じなんだけどやっぱこうオンとオフがしっかりしてる、うん、で、はい、新庄もそう、はい、いやそういった人間とやっぱりやりたいんじゃないの、
そうですね、それがやっぱり新庄さんのカラーというか。そうそう、だから終わって、はい、ね、ミーティング、いやもう今日はミーティングなし、ね、切り替えようって、うん、切り替えてみんなで飯食いに行こう、うんうん、バーってやって次でグラウンドに入った時、うん、よしってそこまでに新庄がまとめてるから頭の中で多分ミーティングとか自分一人でやって自分の頭の中でまとめてて、うん、一人じゃあ今日はこうやってくれと、ガンちゃん今日はこうやってくれと、はい、いうようなことをバーンと指示が出ると思う、うん、新庄のタイプは、はい、それをやればいいというコーチが。だから俺はなんていうの、気心が知れた人間でやらないと新庄の良さが消えるんじゃないかなって思ってるんだよね。そうですよね。で常になんか前から言ってたのは、新庄さんはピッチングコーチにしたらそれはもうピッチング監督みたいにして、まあ、4人の監督を置くとかなんとかって言ってるけどさ、はいはい、まあまあそれは呼び方だよね、うんうんうん、でも監督を置くっていうことは非常に恐ろしいことで、はい、できなかったらクビだよって言ってるのと一緒だからね。まあそうですよね、逆に、うん、だから逆に言い方柔らかく面白いんだけど、うん、根は厳しいよね。そうですよね、それは監督だもん、責任取れよっていうような感じだもん。なりますもんね、うん、その代わりにもてはやしてやると監督として、はい、うんうん、ね、結果が出たらそのまま監督で、ね、次もあるよ、だけど結果が出なかった監督っていうのは末路はどうなるかってクビだよって、厳しい、まあ、それはもうそういうふうに言葉を濁しながらそういう厳しさを植え付けるというか、はい、まあ、そういう感じになってるよね。あとお名前が出てたのが記事で、阪神と日本ハムで新庄さんと一緒に戦ってきたコーチもされてた阪神の山田さん、山田、はい、ね、で阪神のコーチを退任の発表されて、うん、記事ではもう行くのかっていうぐらいダメだって言われてんじゃないの。どうなんですかね。いや、だって鶴岡も引退しちゃっちゃう、はい、ああもうプレイングで選手をやりながらコーチングもやってたから、はい、うん、そこをやらしたかったんじゃないの日本ハムは。どうなんですか、そのあたりから。その日本ハム の, そのまあ球団側と新しい監督の新庄さん、稲葉さん、 GM の、のこうやり取りになってくるんですか。だからまあそこら辺はあんまり詰めてなかったんだろうと思うんだけどね、はい、俺もそうなんだよ、車変えようと思ってさ、はい、ね、うん、マンションの駐車場にちょっと大きめの駐車場が空いてなくてさ、うん、変えられないみたいな。おい、どうなってんだってこの駐車場はって大きいの作っとけよみたいな。今車が SUV とかででかくなってんじゃん、はい、もう本当になんてノーマル車みたいなのが圧倒的なんだよ、マンションの駐車場って。あ、そうなんですね。おい、変えられないよみたいな、誰か変えてみたいな。誰かちょっと本当にだからそういう状態になってんだと思う。なるほど、そうなってくるとここからまたね、うん、話し合う、まあ、先に車変えちゃおうみたいな。こうなったら止めるとこねえじゃねえみたいな、ちょっと作っちゃえみたいな。いや、作れないんでなかなか。そういう風な状態で話が進んじゃったのかなっていう風に思うよね。だから、まあ、組閣っていうのは非常に難しいと思うけど、うん、でもまあ金子は残り、はい、まあ、俺は鶴岡も残るんじゃないかなっていうようなことは思ってるんだよね、うん、あとやっぱり一人とガンちゃん入れないと新庄のカラーが出てこないと思うんだよ。そうですよね、まあ、新庄一人でもいいよ別に、うん、カラー的にはね、はい、ものすごく強烈なカラーだから、はい、それは持つと思うけど、でも演出をしていこうとしたら俺は一人とガンちゃんはいるような気がするけどね。なんかね、やっぱり今週発表みたいに一人さんもおっしゃってたので、まあ、そこでいろんなことがちょっと明らかになってくる。まあそれはなるよねならないと早く。そうですよね、もう周期いつまでも引っ張れる記事じゃないから。そうですよね、周期感、まあ、漏れるし漏れますね、どこから漏れてるのか分からないですけど、ボロボロ漏れるよ。そうですよね、だからね、一方でその立浪さんの今回の組閣みたいなのも言われてましたけれども、そこで発表する前にもう全部分かっちゃったからね。そうですね、立浪は漏れるところじゃない本人が言っちゃってるから、まあ、そうですね、その方が潔いけどね、まあ、嬉しいという意味もあり、まあ、そうそう、ね、あるんでしょうけど、だって隠す必要もないんだもん。まあ、確かにそうですね、うん、だからまあでも、まあ、新庄のやり方とすれば、うん、やっぱこうドカンとね、全部神秘的にしてたものをドンと出すっていうね。そうです。あとファンとしてもやっぱりひちょりさんと新庄さん、例えばあと今本さんの日本ハムっていうのを見たいっていうファンも多いと思いますしね。まあ、そうだね、もうガンちゃんとひちょりが入れないんだったら、うん、もう応援団長だよ、ライトスタンドで2人2人で応援団長、応援団長ファンって
それぐらいやってほしいと思うけど、ね、そうですね、 YouTube やりながら、 YouTube やりながら、 YouTube やりながら、いやいや本当にそうですね、うん、だからこのね、この辺のこの、いやでも俺は入れてほしいな、日本ハム球団に。じゃないとなんか新庄さんのプラスのカラーとか良さもどうなんだろうっていう風にファンとか、斎藤佑樹も入れてほしいのに。え、本当ですか。うん、まあ、斉藤佑樹はコーチやるよりも外の方が稼げるけどね。まあそうですね、稼げる、そうですね、解説などされた方がっていうのもありますけれども、まあでもやっぱりガンちゃんとかひちょりとかは、うん、まあその夢の部分っていうのはあるよ、はい、まあ一回ユニフォームをね、もう一度着ときたいとか、はい、着てみたいとか、やっぱ若手指導してみたいとか、うん、まああるじゃない、だそういう夢も叶えてやってほしいなと思うけどね。そうですね、うん、まあそのあたり、まあ、熱い男だからさ、そうですね、この新庄、ひちょり、岩本って、はい、まあ熱いだけじゃ炎上するだけだけどね。だけど俺はなんかその気持ちをどんどん伝えていってほしいなって思うけどね、うんうん、そうですね、まあ、今後どなたの、ね、名前が上がってくるのか、まあ、楽しみだね。はい、楽しみにしたいと思います、はいはい。